1959年に開設された、川崎製造所地取工場株式会社、日本食場は、大阪府大阪市中央区高麗橋と東京都、千代田区内幸井町に本社を置く化学品、製造企業である。1941年創業。1926年に、お雨五兵平が設立したお雨め硫酸工業事務所が前身であり、1938年に、 おさめ硫酸工業株式会社と解消そして、1941年に、現在の大阪市行くのくももだに似て、オサめ合成化学工業株式会社として、設立された。設立当初から、まだ知名度が低かったバナジウム触媒を目指すなど、当時としては、珍しい企業でもあった。1935年にオサめ硫酸工業事務所に、研究者として入社していた。 八谷大蔵が第二次世界大戦後に二代目社長となり、1949年に日本触媒化学工業株式会社に社名変更。この先の石油化学工業の飛躍的発展を見越して、当時富士製鉄の社長だった長野茂雄からの出資に成功すると、酸化エチレン、アクリル樹脂、ポリエステルなどの開発事業で成功を収めるとともに、 この酸化エチレンやアクリル樹脂などの事業が現在に至るまで同社の事業の根幹を支え続けている。また高級水性樹脂の分野でも世界トップシェアを持っている。テクノアメニティをグループの企業理念として掲げている。テクノロジーでアメニティを人々に提供していこうという意味である。大輪界の会員企業である。主な取扱い商品はアクリル酸と高級水性樹脂。 ありがとうございます。